教祖様、その実は夫との関係で悩んでまして。吉野さん、あなたの本当の悩みはご主人との性生活への不満だ。え、そんな、私はどうしたら。ではまずは吉野さんの魂の層を見よう。そこに横になりなさい。はい、お願いいたします。